岩井温泉。岩井温泉は、鳥取県岩見郡岩見町、旧国稲葉国にある温泉。1300年の歴史があるとされ、床無理という独特の入浴法が伝わる。1973年、昭和48年3月30日、国民保養温泉地に指定された。河毛川に、いくつかの支流が交流する、開けた場所にあり、温泉街は、 国道9号から分かれた脇道の左右に形成されている。共同浴場は一軒、朝栄の床むり温泉が存在する。岩井温泉は、古くは、鴨も湯、鴨も川沿いにある、銀湯、島根の湯と呼ばれていた。平家湯は859年、上元元年とされ、平安時代の八古島の一つに数えられる。伝承では、聖は天皇の知性に、 藤原冬継の子孫で藤原冬、旧という者がおり、若くして皮膚病を患った。冬旧は絶望して、旅に出るが、祝いで出会った巫女の心情で温泉を見出し、病が治癒したという。冬旧は、その後、巫女をモデルに、薬師如来像を彫り、当源寺の本尊とした。冬旧が京を出て当地に至った事情については、異説がある。冬九は、聡明な人物で、 母親に長愛された。母は長男をお尻溶けて、次男の冬休を建てようとするが、冬休はそれでは道義に反するとして、狂人を装って家を出て、流浪の旅に出た。祝いに至ったところで、異様の権限である美女に導かれて、温泉を開いたものである。他にも、薬師如来が温泉を湧き出させたとの開け湯伝説がある。冬休はその地を、故郷の京都、 宇治にちなんで、宇治と名付けて、田畑の開墾を指導し、庶民から宇治長者と推敬された。今の宇治地区は、温泉街とは、鴨川を挟んだ対岸にある。上岸2年、860年に、温泉の評判が、聖和天皇の聞くところとなり、冬休へ材木と土地を貸しした。これによって、温泉の浴槽が造営され、それ以来、冬休の子孫が代々、 温泉の経営に当たったという。全国温泉案内によれば、鎌倉時代の末期、清中の変や原稿の乱に伴う騒乱によって、温泉は廃れたとされる。戦国期の戦乱によって源泉が埋まってしまったとも伝えられている。これを再考したのが、江戸時代の鳥取藩主、池田三中である。当時は、日本海に近いとはいえ少し内陸に入っているため、気候は、 比較的穏やかな地で、山陰と京都を結ぶ街道の峠下にあり、当時客の集まる温泉町、街道の宿場町として栄えた。江戸時代半ばの完成期には16軒の旗子が並び、藩主専用のものも含めて8カ所の温泉があった。明治末期に鉄道が通じると、京阪神方面からの観光客が増大した。鉄道は、 旧街道ルートではなく海岸沿いに建設されたため、最寄り駅はやや離れた立地だったので、地元では大正時代に軽便鉄道を付設して客を運んだ。ただし、大正十三年の全国温泉案内では、駅からはわずか三十丁、約三キロメートルで道のりも平坦なので、途中の数々の名所旧席を眺めながら歩いてもよい、などと紹介されている。 当源寺は岩井温泉の中心にあり、あたご山の山麓にある。藤原冬宮の開け湯伝説に従えば、当源寺は冬宮による解散である。八百九十四年に、剣刀市より帰国した縁人がこの寺に立ち寄り、湯栄山如来寺と命名したと伝わる。六百八十六年、上京三年に、鳥取の真似寺の枝寺として再建された。なお、 伊王三湯本寺と改め、さらに後になって、稲葉の北東に位置し、温泉の源であることから、桃源寺と名を変えた。お湯神社、温湯神社、三湯,湯神社、お湯神社は811年、公認2年創建と伝わる、式内社である。現在は、岩井廃寺跡の裏に山を背にして鎮座するが、かつては、東の王の地区に位置にあった。そのため、一点後も、 大野宮と呼ばれていたこともある。江戸時代には伊勢宮と称したが、明治に入ると、お湯神社に改称した。3月の春季霊祭で演じられる、麒麟姉妹が伝統芸能として保存されている。床無理は、岩井温泉に伝わる、独特の入浴法である。当時の際に手拭いを頭に被り、専用の飛釈で湯を叩きながら、床無理歌を禁じながら、 頭に湯をかぶるというものである。島崎藤村は、山陰土産の中で湯かむり歌について言及した。日の暮れる頃に、祝いに着いた。思ったほどの山の中では中津田が、静かな多席の街道に沿うたところに、私たちの泊まりつた赤石屋の温泉宿があった。そこは、今場国の国のうちだと思うだけでも、なんとなく旅の気分を改めさせた。湯も熱かつたが、 しかし入り心地は悪くなかつた。その晩は夏らしい月もあって、宿の裏二階の畳の上まで差し行った。庭にある暗い柿の葉も、所々月に、光りつて涼しい。東京の方乗る宿のこともしきりに胸に浮かぶ。計にも旅らしく、宿の絵はがきなどを取り寄せた。どれ、くすもきちゃんのところへはがきでも出すかな。BR、東京へもお前に頼む。 BR 旅の頼り模型にが私に、大て書いた。私はまた宿の主人に所望して、土地での湯か無理かというものを聞かせてもらった。いつの頃からのならわしか、土地の人たちは、秘釈ですく、冬を頭に浴びながら、歌ふ。歌の表紙は湯を打つ秘釈の音から起こる。木ぬたでも聞くようで、野手があった。この湯か無理かも、確かに地層の一つであった。参観とは言いながら、 こうした宿でも蚊帳を釣りつたので、その晩は、ちくなってから、軽二と二人が屋の中に枕を並べて死んだ。島崎東村、山陰宮城四山陰道の夏、1922年、大正11年から1943年、昭和18年の間、岩井温泉と山陰本線岩見駅を結ぶ公営の、京弁鉄道線が運行していた。同鉄道は、 温泉の南方にある鉱山まで運行していた。岩井温泉付近は、江戸時代には温泉を利用した宿駅が営まれて、交通の要所の地だったが、明治の終わりに山陰本線が全通すると路線は岩井温泉を通らず、岩見から北の海側のルートになった。山陰本線は山陽、京阪地区から多くの温泉客を運んできたが、岩井温泉を素通りしてしまうため、 地元の岩井村で岩井温泉と岩見駅を結ぶ鉄道を敷設する子になった。1922年、大正11年に村営の京弁鉄道が開業し、国鉄と連絡してかも川沿いに温泉客と鉱石を運んだ。往年は当時客で賑わったが、鳥取県内の他の温泉地との競合や、1934年、昭和9年の岩井大化。 さらに鉱山の衰退の影響を受けて収益が悪化した。時局の悪化で鉱材も統制下に入り、線路の修理も不可能になったために1943年、昭和18年には休業となった。その後再開されることはなく、廃線となった。詳細は、岩井町営軌道を参照。2017年、平成29年の鳥取県による調査では、 年間の入湯客数は約1万5千人で2000年頃と比較すると半分以下に減少している。鳥取県内の入湯客の総数も2000年からの10年間で約26万人、約マイナス20%のマイナスであるものの、それ以上の減少幅となっている。観光客数のピークは昭和末期から平成5年頃にかけての いわゆるバブル期で年間12万の集客があったと推計されている。この数は上記の入党客数の調査とは異なる方法での推計値であり、単純な比較はできない。公共交通機関自動車、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。